ちゃんです。インタンです。今日毛豆汤見てくれてありがとうございます。今天这支影片呢非常特别，又是我文章说他要拍的影片。ルーちゃんと付き合う前の私の台湾のイメージと結婚までして台湾のイメージがどのように変わったかね、皆さんにお伝えしようかなと思います。ルーちゃんと付き合う前、海外には、まあ、シンガポールとか行ったことあるんですけど、台湾にはね、行ったことがなかったんですよ。なので本当、文壇が台湾に対しての印象はもうテレビとかしかないんですよ。そうそうそう。なんかね、メディアとかに出てる人とか、ネットとかドラマとか、そのイメージしかなかったんですよね。ルーちゃんもいい刺激になったんじゃないかなと思います。ルーちゃんもいなくなったので、リラックスした状態で、まず説明していきます。どんだけ普段私ストレスかけてんの？ないよ。まずね、一つ目、容姿が日本人と変わらないです。まあ同じアジアで、もうほとんどね、皆さん同じ顔なんじゃないかなと、ずっと思ってました。道歩いてても、もうすぐ台湾人だ、わかるってことはないんじゃないかなと、ずっと思ってました。私の台湾人のイメージって、リン・チーリンさんなんですよね。あと、ビビアン・スーさんも私の台湾のイメージがあって、スラッとして髪が長くて綺麗っていうイメージで、二つ目いきます。タピオカと中華料理のイメージがありました、ずっと。台湾発祥のタピオカっていうのですごいね、日本が売ってたんですよ。すごいね、日本のメディアが取り上げてたんで、台湾イコールタピオカミルクティーとかのイメージがすごいつきました。あとね、中華料理のね、イメージがすごい強いです。特になんか小籠包。小籠包のイメージがなんかすごい強いんですよね。いろんな小籠包の味があったりとか、いろんな色の小籠包があったりするイメージがずっとありました。実際台湾人はそんな小籠包食べないけどね。そう。なんかルーちゃんに出会って、やっぱ小籠包とかいっぱい食べるのとか、ね、キラキラしながら聞いてたりしてたんですけど、まあ実際はあんま食べないよみたいなこと言われて、え、そうなんだっていう風に、ちょっと自分の概念がね、覆されたことがありました。続きまして、三つ目、おとなしいイメージがずっとありました。まあこれもね、多分リン・チーリンさんとかイメージから来てるんですけど、まあ喋らない。容姿端麗でおとなしいみたいな。まあルーちゃんと会うまでは本当にずっとそう思ってました。あとね、メディアとかで台湾人の方がね、インタビューされてるのを見たことあるんですけど、その時もね、結構恥ずかしそうに喋ってる方が結構いらっしゃったんで、あ、それも可愛いなとか、おとなしくて、あ、なんか日本と似てるのかなと、ずっとイメージを持ってました。四つ目は、中国語しか話せないイメージがありました。私の知識不足なのかもしれなかったんですけど、台湾人は中国語しか喋れないと、勝手に本当思ってました。会ってみると結構皆さん英語も喋れますし、日本が好きで日本に来られてる方はもう日本語もペラペラ喋れるってことで、まあ、結構ねトリリンガル、これは本当にちょっとびっくりしまして、皆さんすごいなと思います。じゃあ B、 ウゴ、街が綺麗で虫が少ない。これはね勝手な想像なんですけど、実際ね台湾行くと綺麗ではあったんですけど G がいましたね。もう前のイメージと覆されたところでちょっとびっくりしました。まあ、日本でもね、G がいないわけではないんですけど、なんか台湾に実際行った時は結構ね、街を G も歩いてるイメージがありました。B、涼子、マッサージ機器を皆さんが使ってるイメージがありました。これはね、なんかのね、ドラマで見てたんですけど、家にいる時に髪を結んで肩こりをね、解消する、なんか、電動の、ね、動くやつで、こうやってグルーってやってるイメージがすごいあって。文章应该讲的是不求人吧、我觉得。とにかくこういう風になんかやってるイメージがあったんですよね。何の映画なの？映画かドラマかちょっと忘れたんですけど、結構台湾の人って肩凝るんだなって。なんかずっと思ってました。思い込みだったんですけど、まあ、そういうことを思ってました。次は、ルーちゃんと出会って、台湾のイメージが変わったところを皆さんに紹介していきまーす。D、以後、肌が綺麗な人が多いです。すっぴんで綺麗な人が多いってイメージですね。服とかに結構お金をかけたり、結構気にしたりしてたんですけど、自分に合ったスキンケアはほとんどね、見つからなかったんですよ。ルーちゃんと出会って変わりました。ルーちゃんってね、すごい肌がきめ細かくて、毛穴がほぼないんですよ。本当にこんな人は見たことないってぐらい。そんな肌のいいルーちゃんからスキンケアの秘密を聞きまして、元々の肌質もあるんですけれども、紫外線、汗、生活習慣ですね。ここら辺も結構ね、関係するみたいなんですよ。
結構スキンケアのものってなんか店に置いてあるのって女性用ばっかりなんですよね。男性用って探すんですけど結構なくて困ってたんですよ。でもそんな中でスポンサーを今回してくれたバルコムさんを皆さんに紹介していきたいと思います。イエーイ。このパッケージ見てくださいよ。めっちゃおしゃれじゃないですか。でしかもイメージキャラクターが木村拓哉さんなんですよ。いやもうかっこいいですよね。もう男の中の男。そしてねこちらの洗顔、楽天とアマゾンの男性洗顔カテゴリーでなんと1位取ってるんですよ。1000万の出荷量を果たしてるんですよね。まあ私もねその中の一人なんですけど助かってます。首先是洁颜霜跟起泡网，洗脸真的是非常重要的一环，因为你脸如果没有清洁干净的话，你接下来不管再怎么保养，营养都不会吸进去。洗顔する前にまずぬるま湯でねゆっくりと洗います。こちらの洗顔をネットの上に10円玉程度乗っけます。ガーッとやりますとすごい綿密な泡ができるんですよ。那么这个起泡网呢是巴鲁克姆他们自己的，我觉得这个超好起泡。いっぱい泡立ちましたら皮脂の多いね T ゾーンに最初塗ります。肌をね擦らないように全体的に塗っていきます。因为如果太多摩擦的话皮肤很容易长细纹，所以洗脸后这个一定要很小心。泡でねどん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 汚いものを浮かしていきます。そして最後はぬるま湯ちょっと擦らない程度にね洗い流していきます。ルーちゃんね摩擦にうるさいんですよ。对，因为长细纹，所以我真的坚持就是绝对不能这样摩擦哦，要小心。那本克洁颜霜呢，它里面有添加特殊的矿物泥和皂组成分，就不会过度清洁，可以保护鼻子不受损。因为男生的皮脂呢是女生的3倍，所以真的需要清洁力比较强一点的商品。所以我觉得本克他们这样子为男生的皮肤专门设计的真的是还不错。これね本当に洗った後すごいね爽やかで気持ちいいんだよね。那洗完脸之后呢，就可以用本克的化妆水。它这个化妆水虽然是男生用的，但是我也还蛮喜欢的。めちゃめちゃね。そうやってね吸収してくれるんですよね。そしてこれねいい匂いなんです。そうちょっとね男らしいフェロモンのある感じ。它这是花果香气，可是不会过甜，就是很清爽的香气。它这个香气很特别，是在品牌成立的时候对男性消费者100位进行盲测，这个是排名第一的香气了，所以男性的接受度也是很高的。スキンケアに慣れない男性でもねすっごい使いやすい商品だと思います。化粧水塗った後はねすごい潤いがあってもう全然ね乾燥しない感じ。那最后一道程序呢就是要用乳液来锁水。保护肌肤。こちらの方適量手の方に出してまず手で温めます。質感はね全然ネバネバしてなくてなんかね俺結構ネバネバ系好きじゃなくてこれなくてすごいさっぱりしててね塗った後に肌に入ってるって感じこれを塗ることによって肌質を安定させてツヤとかね潤いを与えてくれるんですよ。こちらのバルコムさんのサイトにも書いてあるんですけど男たちの本気のスキンケアって書いてあるんですよ。肌って第一印象としてすごく見られる場所でやっぱ肌いい人見るとうわーなんか清潔感とかねすごくねいいイメージを持ちます。こちらの商品すべてねメイドインジャパンって後ろにも書いてあるんですよ。私日本人なんで日本製って書いてあるとすごく安心します。すべて使い方もねシンプルで私もねめんどくさがり屋なんでこちらの商品使っとくだけでお得が磨けるってことでねほんと今回ねコラボできて嬉しいです。ありがとうございます。こちらに今持ってるシリーズ以外にもシャンプーとトリートメントがあるんですよ。シャンプーは泡立てやすくて流しやすいんですよ。これ本当おすすめなんで皆さんにもぜひ使ってみてほしいです。続きまして D アゴ台湾のオリジナル商品が多いです。これはね本当に日本では全く見たことないものばっかりで本当にゴンワンだったりとかネギクレープパイトーファートーファーじゃねえトーファーって髪の毛違う何だっけトーファーどうも結構ね日本人は捨てる商品ばっかりしか食べないんですけれどもぜひね日本人にも食べていただきたいなと思ってます。私はね台湾のオリジナル商品すごい好きで日本にも本当にね浸透してほしいんですよね。マンゴーかき氷とかもね結構好きで食べてます。あとグアバ日本がない。あそうグアバジュースね最初うんって感じだったんですけどあれ1回以降は飲んですごいハマってなんか毎回店にグアバジュースあったらグアバジュースをね買うぐらい好きになりました。 D サンゴ表現が激しめ。前台湾に行った時にびっくりしたのが電車の中でね結構イチャイチャしてるカップルが多いんですよ。日本とやっぱ違うなと思いました。あとねやっぱりルーちゃんも結構表現が豊かで、まあ、結構喜怒哀楽がねもうすぐわかるんですよ、まあ、日本人は結構相手のねことを考えて、まあ、あまり出さないように
するっていう人も結構多いんですけど、結構台湾の方は結構喜怒哀楽を全面的に出して、まあ、相手に分かってもらいやすいように話してるのかなと思いました。 B リーアーサース B スーゴ、中国語以外も喋れる台湾の人かっこいいなと思いまして、基本的に台湾に行って道を聞いたらですね、まあ、日本人って聞かれて、あ、日本人ですって言ったら、もうそのまま日本語で道を教えてくれたりしてくれることがあって、結構感動しました。英語もペラペラな人もいて、台湾人の方すげえと思いました、本当に。まあ、実際ルーちゃんもね、まあ、英語も結構喋れますし、結構ルーちゃんの周りでもね、英語喋れる方が結構多いんで、それはすごいなと思いますね。D、ウゴ、G が多いです。いや、これは本当に衝撃的でしたね。別に台湾汚いとかっていうイメージじゃなくて、年中暑いからゴキブリが多分生息しやすいんだなと思います。まあ、日本はねやっぱり寒暖差が激しいので、ここら辺の違いなのかなと思いますけど、 D 両語、あ、こっちか、 D 両語、地下鉄の発達がすごいです。基本的に台湾の移動手段って地下鉄なんですよ。だからピョーンピョーンって、なんか改札通るときにピョーンってしない、ピョーン、あーそうそうあれのイメージがすごい強くて、ディーンディーンじゃない、俺のなんか覚えてるのピューン、どこ移動するのにも地下鉄なんですよね。まあ、私がその台北しか行ってないから多分そのイメージがついてるのかもしれないですけど、あとですねびっくりしたのが、電車の中とかホームとかで食べ物を食べたりとか飲み物飲んでたら怒られるんですよ、すぐに。これ本当に驚いてね、以前台湾行った時に飲み物持ってたんですけど、入っちゃダメだよとかね結構コメントくださる方がいて、まあ、ルーちゃんも結構日本にいる時は長かったんでね、あまり注意してなかったのかもしれないんですけど、まあ、それもねすごい驚きましたね。結構やっぱり日本だと結構昼のホームで昼ご飯をね済ましちゃうサラリーマンとかも結構いるんですよ。なんかこの台湾の美化意識はすごい高いなと思って、日本も見習うべきかなと思います。 B チーゴ、タクシーの相乗りがあることです。でも台湾も9分だけじゃないかな、観光地だから。あ、9分だけなんだ。はい、以上で説明は終わります。那我那我在台湾之前应该又会有新发现。私はね台湾マニアと言っても過言ではないんですよ。本当に台湾のね食べ物は美味しくて、大根餅とかねゴンワンとかまたもっとあるよ。だからねその少ない中でも好きなものがいっぱいあるってことで、もう全部のね料理をほんと食べてみたいなと思うんですよね。絶対いっぱい食べさせる。お、な、今度は食べたことないやつ中心に食べていきたい。美味しい飲み物とかね、グアバジュースみたいな、ああいうのとかもねいろいろ飲んでみたいなと思います。それならいっぱいありますよ。ほんとほんと。那我真的感谢我们这影片的干爹巴德克姆さん，ありがとうございます。谢谢，谢谢。那在双十二期间呢，巴德克姆他们全系列商品都有推出各种组合优惠，还有满额这个活动。那在各个通路也都会有优惠，所以大家现在下单非常划算。那详细的资讯呢，我们都写在资讯栏，有兴趣的大家也可以看一下。那再谢谢大家看我们今天这一支影片。如果大家对哪一点印象比较深刻的话，你可以下面留言跟我们说。那谢谢大家，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。